10月4日月曜日の東京株式市場午前の取引が終了しました。東京株式市場朝方こそニューヨーク高を受けて高く始まりましたが、その後再び売り物に押される形で6日続落となりました。株価指標を見ていきたいと思います。まず日経平均、先週金曜日の終値に比べて273円50銭安い 28,497 円57銭、トピックスも 12.12 ポイントマイナス 1974.19、 JPX 日経インデックス400 118.72 ポイント値下がりして 17,767.72 となっています。そもそもニューヨーク市場3指数ともにプラスで戻ってきていますが、テクニカルな反発という色彩が強いというふうなマーケット関係者の見方が多いようです。なおかつ中国での状況、そしてアメリカでの連邦債務上限の引き上げ問題が混迷の度を強めているといったこともありまして、なかなか東京市場では上値を買っていく雰囲気にはなりませんでした。特に10時過ぎにですね、香港市場で本日の中国恒大集団株式の取引が停止という報道がありまして、それをもって中国関連銘柄に売り物が出ていました。香港のハンセン指数もその報道を受けてまた売り物がちとなりまして、直近の安値を更新する動きとなりました。こちらではまた日本電産、TOTOといった中国関連銘柄という色彩の強い銘柄が年初来安値更新にまで売られたほか、朝高で始まりましたダイキン工業もマイナスの水準に沈むような動きとなっています。その他主力どころの銘柄ですね、売買代金の上位に並んでいるような銘柄が揃って、例えばハイテク株、海運株あたりまで含めて、揃ってマイナスという状況になっています。その一方で、人流の復活、そして経済活動の再開への期待を込めてですね、JAL、ANA の空運株、あるいは JR 3社などの陸運株、そしてオリエンタルランドもこの日は年初来高値更新へと進んでいました。さらに新しい動きとしては、三越伊勢丹、J フロントリテイリングなど百貨店株が今日は強まっていたのが目を引きました。人の動きが戻ってくると、このセクターにまで買い物が入り始めているという形で、経済再開への期待が広がり始めているという、そんな状況です。輸出系の大型株が売られて、内需型のリベンジ銘柄に買い物が入るという、そこら辺の状況は先週からとあまり変わっておりません。以上、アローズスタジオから10月4日午前の相場概況をお伝えいたしました。